こんにちはマスです今日はアメリカ39年ぶりの物価上昇率で金価格はどうなったっていう話です昨日は10日の金曜日なんですけどアメリカで11月の消費者物価指数が発表されました前年同月比で6.8%上昇です39年ぶりの上昇率だそうです そして食品価格と燃料価格を除いたコア指数も4.9%上がってます。中央銀行は特にコア CPI の方に注目してるんですけど、目標は2%ぐらいなんです。ですからこの2%をはるかに超えちゃってるんです。世界的にインフレ傾向なんですけど、欧州連合は 消費者物価指数で4.1%の上昇です。コア CPI は2.1%です。こういう状況なんでアメリカの中央銀行は今月の14日と15日の FOMC でテーパリングのペースを早める方針です。おそらく3月で終了して6月ぐらいで利上げかなと。 来年は2回ぐらい利上げをするかもしれません。パンデミックが発生してから FRB はアメリカ国債や住宅証券をたんまり買ってきたんですけど、この購入を徐々に減らしていくっていうのがテーパリングです。もうすでに先月の中旬からテーパリング始まっていますので、徐々にこの上昇が止まって平行になっていきます。 そしてその後、国債なんかを売却していきますから、逆に減っていきます。うまくいけばの話なんですけど、前回は失敗してます。前回はここなんですけど、2017年、2018年、2019年にまたがってのところです。順調に資産が減って、利上げもやっていたんですけど、ペースが早すぎて、景気が悪くなっちゃったんです。 そこでまた資産が増え始めたところでパンデミックが来たんです。そこでさらにボーンと上昇したんです。ですので今後金融引き締めがうまくいくかどうかはわかりません。この物価上昇率を受けて金価格はどう反応したかというと1770ドルから1785ドルぐらいまで15ドル上がりました。 その後、ちょっと下がって、現在、1782ドルぐらいです。ですので、ある程度、物価上昇率に反応したんですけど、今後、テーパリングの加速、そして、利上げが待ってますから、買い上がるところまでは行ってません。もう、テーパリングの加速は、ある程度、折り込んでいるんですけど、利上げがどうなるか、ですよね。 さっきも言ったように、物価の上昇率がかなり早いペースで上がっているし、さらに前回言ったように、失業率もかなり下がってきてますから、利上げも早くなるかもしれませんね。そうなると、金価格はどうしても頭が重くなります。ということで今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。